This one is pretty easy. Not even that hard. なるほど。おっといかん。読みふけている場合ではなかった。早く鍵を探さねば。お前たちはポトラト人？どうやらそう。私も初めて見たよ。だがポトラド人は自分の寮からは滅多に出ないと聞いたが。まさかあの攻撃機械を突破してきたというのか？ということはやっぱりあの機械を置いたのはこいつか。大いなる力を狙っているのか？どこの軍だ？グランゲールか、ネランか、それともシリルティアか？落ち着いて話を聞いてくれ。我々はどこの軍のものでもない。古代の伝承にある誰の血も流さず大陸を統一したというその方法を求めている。なんだ、この先にある大いなる力を求めてきたのかと思ったわい。その大いなる力とは何だ？それを今から確かめようとしているのじゃよ。もし悪しきものなら人目に触れさせるわけにはいかんからな。まあ記録によるとスクリーパーを倒すために用いたそうだが。お前の方こそその大いなる力をどうするつもりだ？口の聞き方に気をつけんか、お若造が。わしの半分も生きていないくせに。え、それじゃあ50歳？ポトラド人が若作りで長寿というのは本当らしいな。いろいろと失礼しました。私の名はセルディス、それからバネットとアイザックです。ヘルナギじゃ。見ての通り古代の技術を探求しておる。人間でいうところの博士というやつをしている。ここに来たのも過去の技術に興味があったからだ。その力を悪用するつもりなど元ない。それよりもお前たちこそ大いなる力を悪用しようというつもりではないのだな。それで戦争を止められるなら使うかもしれない。だが断じて悪用するつもりはない。アイザックと言ったな。お前さん口は悪いがその目は信じられそうだ。セルディスはさっき伝承のことを言っていたな。はい、この大陸から戦争を消し争いのない時代を作るために。確かに大地が弱っている時に協力ではなく闘争を選ぶという人間の考えはポトラドには分からなかった。だがお前たちのように平和の道を模索する者もいたか。それでここにはその伝承の手がかりになるものはありましたか？わしが見た限りこの遺跡に残されているものはその伝承が生まれるはるか昔のものばかりだ。そうですか。そう気を落とすな。こうして失われた技術を掘り返していけばお前の望む平和への糸口も見つかるかもしれぬぞ。お前たちが本当に平和を望むならこのわしも微力ながら手伝おうではないか。平和とは一人で作れるものではない。人間もポトラども協力してこそじゃ。ありがとうございます。私たちもペルナギ博士のお手伝いをしますわ。差し当たってはこの奥に進むため扉の鍵を探さねばならんな。鍵がかかっているのですか？うん、その中央の回転通路を抜けた奥に扉があるのだがそのままでは開かぬ。If I remember correctly, this. We go up here. Take whatever is this. Food code. Press the button.
I want to do switch.Ah, yes. Lights on. And we go here. This one. Yeah, it's pretty stupid. How about this one?And then we go down like this. Lock, but sever us. Open it easy, bloody blade. Then we go like this. And can I change my equipment?Weapon damage up. Recovery item effect increase. Weapon damage restored to the attack HP. Let's do this. 策があるのか? Use this. どうするの? You use this.And go back here. Seven stock fire arrow. Spell disturb. I think I need one more. For now, that's it. Let's.Fire row with age recover HP. Oh, wait.Protect critical rate up. Yes, fear strike. Yes, what does it do? Decrease defense against weapons. Can do that. Hit ratio up. So that's the end.And yeah, protect. Hit ratio up. Hey, wait, one more. Fuck that. Iceberg MP up. さて。どうするか。策があるのか。従おう。はっ。はっ。はっ。さて、どうするか。おお。はっ。未来のためにセーフ。一体これは何なんだ?
大いなる力か。スクリーパーを倒すために用いたそうだ。それにしてもまさかこれほど巨大なものだったとは。確かにこんなに大きな大砲ならスクリーパーなんて一頃ね。残念だがこれは私の探しているものではない。俺が探していたのはまさしくこれだ。何を言っているアイザック、これは単なる兵器だぞ。ああ確かにこれは兵器だ。だがこれを使えば戦争を止めることができる。うん、なるほど、その通りだな。兵器も使い方次第で平和にも使える。そうかもしれないが、まあどの道壊れているんだろう。かなりしっかりした作りだ。見たところ損傷もそれほどひどくない。多分直せると思うが、直したいか。ああ頼む。いやこんな破壊兵器などいらない。何を言うんだセルディス。この力を使えば戦争をしている奴らを屈服させられるんだぞ。だがこれは人殺しの機械だ。俺はこれを使ってでも戦争を止めたい。俺の探しているのはこれではない。伝承では信じる者には富を与え、あだなす者はおのずと滅びたとある。こんな兵器では伝承にあるような豊かな統一国家を作れるとは思えない。問題は方法論ではない結果だ。あくまで妥協はしないか。他の道を探すのはいいが、当てはあるのか。いやない。だが力に力で対抗するいたちごっこでは真の平和は得られない。やはり私は伝承にある古代王国を作った方法を探したい。そうか。俺はペルナギ博士に付き合ってしばらくここに残る。気が変わったらいつでも来てくれ。Sleep, sleep, sleep, sleep. Shiji, please. Wait, which one? Oh, yeah, the robot. Forbidden.Time for fix it. What is this? A converter. It to help me with the reparation. すまないな。俺は兵器に頼らず、伝承のように血を流さない平和を実現したい。そうね、それがあなたの理想だものね。だが私が新たな方法を探している間にも戦争で血が流れているのは確かなのだ。クソ、どうすればいいんだ。セルディス、あら、それは？ああ、あの戦場で兵士に託されたものだ。確かヌナンの恋人に渡してほしいと。だったらその村に行ってみない。こうしていてもアイデアは浮かばないでしょ。それに戦争で困っている人と話すことで新しい情報が得られるかもしれないし、もっといい方法が浮かぶかもしれないじゃない。新しい情報か。そういえばグランゲイルの楽園伝説は
隣国であるネイランにはどう伝わっているか確認したことはなかったな。そうよ、立ち止まっているなんてあなたらしくもないわ。ありがとう、バレット。よし、ネイラン王国のヌナウへ行こう。次はバディスペシャルコンテンツマップ。Wait, where do we go? Oh no. Nah, I don't know. I kinda want to recreate this. Oh no, not again. Okay, we change it again until... どうだろうね。求めるものは大きく遠いからな。そういえばもう一人はどこに行ったのかしら。彼とは別行動なの。なるほど。ま、頑張ってね。Those two, there's another person. There's a lot of pretty girls here.They're all so pretty. I'll just go. Wee, goodbye. Shall then head to the new nun in Naylor.Thank you, you soldier. さて、どうするか。次は。次は。私は戦う。あなたの夢のために。刃物や矢は使わない。これをやったのは人間だ。そう、今まで私は戦争で死んだ多くの兵士を見てきた。だがそれは戦場での話だ。このように何の罪もない村人までが死ぬと。セルティス、遺跡にアイザックのところへ戻るわ。え、他の村によって伝承のことを。いや、もういい。確かに私の望んでいた方法ではなくなる。だが今は方法を吟味している暇が惜しい。こんな犠牲などもう出させない。すぐに戦争を終わらせるんだ。Can I kill him? Can I just kill him? Wait, can I go here? I know there's something here. I well know.
door, but it's locked. And you can't find any keyhole. So I can't. Look at that. It's clipping through the tower. This graphic is really bad, but if I using the good one, it slowed the process. 次は。さて、どうするか。さあやるか。次は。さて、どうするか。この戦いも平和のため。Can I finish this before I eat my lunch? Wait. How? Oh, there you are. Okay. Can I finish this before I eat my lunch? I hope I can. Wait, save first.And change the graphics again because we're not on the fuck days anymore. Yes. Yo.やっぱり戻ってきたか。私たちネイランのヌナーンに行ったの。ヌナーンか。確か海岸沿いだったな。まさかスクリーパーが。いいえ、ヌナーンは、ヌナーンの住民はグランゲール軍に殺された。兵士でもないのに。そ、そう、これだ。戦争の行き着く先はこれだ。どうして戦場以外に血を流す。どうして。アイザック。俺も戦争で妻を失った。戦場にいたわけではない。薬の調達に町に出ただけだった。それなのに、それなのに、だから俺は誓った。民間人でさえ死ぬことになる戦争などこの世から消してやると。妻の残したこの固定に誓ったのだ。それじゃあその固定は奥様から。婚姻の時、妻からプレゼントされたものだ。身は離れていても俺を守ると言って。ここに戻ってきたってことは、こいつを使う決心がついたってこと。ああ、もう方法論にはこだわっていられない。ここでわしの出番じゃな。ペルナギ博士、お願いします。一刻も早くこれを使えるようにしてください。うん。だがこれを直すには我々の力だけでは無理じゃ。人手も足りん。それに資金もな。そうですね。少なくとも資金がなければ何もできません。平和のために出資してくれる人を探しましょう。でも私たちだけで平和が作れるなんて普通の人には信じられないと思うわ。そうか。博士、私と一緒に町へ来てくれますか。そしてこの兵器の威力について説明してください。確かにポトラド人の言葉なら説得力があるわ。
そういうことなら協力しよう。それにわしもいろいろと準備もあるからな。それじゃあ俺はここでこれを見張っておくよ。Let's go! Professor Panagi! Panagi 先生! Panagi 先生! グランゲイルの王とガイラナックか。そんなに珍しいんですか？当たり前だろ。お前たちだって私のことを散々珍しがったではないか。これでもわしはコトラドの中では人間に近い方だったか。コトラド人って自分たちの寮からほとんど出てこないけど、どんな暮らしをしているの？コトラドは大地と共に生きることを信条としている。コトラドには大地の力を流れを感じられるものが生まれる。大地の力の流れ、これを我々は流脈と呼んでいるわ。この流脈の上に暮らせばその集落は栄える。だが同じところに定住するとその土地の流脈が弱くなる。だから定期的に余裕のある流脈に移住するのじゃ。ほど。それで大地と共に生きるなのか。人間は同じ場所に暮らし、自分たちの暮らしやすいように土地を変えていく。この辺りが人間とコトラドの違いじゃな。でも同じところに定住すると流脈が弱くなるんでしょ？つまり人間の生き方は本当は良くないということ？コトラドの心情からすると間違いじゃな。だがわしは否定はせぬぞ。同じ場所に定住するからこそこれほど立派な町を作れる。コトラドは 2,3 年で移住するため最低限の居住環境しか作らない。私にはコトラド人の生き方、考え方は尊敬に値するよ。人間は土地に固執するから大地を消費してしまう。消費すればもっと肥沃な土地を求める。こうして侵略戦争が起こる。オトラド人ではこんな戦争など起こらない。どちらがいいと決めつけるのは浅はかだが、互いの良いところを学び合えれば共に発展していくだろうな。もっともオトラドは基本的に人間に関わるなと教えられているからな。わしみたいな変人はまれちゃって。さあ、それよりも町を案内してくれ。Wait, okay. Hey, oh, you wanna go up there?The map's function work in town as well, so you can exit the map check by pressing. I think I can go up there, but I forget where. Nah, there's no.よく来てくれたね。あの時は助けてくれてありがとう。いや、そちらはひょっとして？コトラドのペルナギじゃ。セルディスたちと戦争を終わらせるために協力し合っておる。戦争を終わらせる？ああ、今日はそのことで来たんだ。うん、
まずは話を聞こうか。この大陸にはもう何年も前から戦争が続いている。何とかして戦争を終わらせ、平和な世界を作りたい。その方法を探して私たちは旅をしてきた。そして古代の兵器をね、どこか一国の勝利ではなく、どこにも属さない我々が戦闘行為を取り締まるんだ。あの古代兵器を修理すれば数人で戦争を止めることができる。この争いの時代、商品の値段は上がっている。おかげで市民は我々が儲けていると思っているだろうね。だけど物価が上がったせいで人々が買い控えるようになり、それどころか仕入れも安くなくなった。戦争が激しくなり、我々商売人は仕入れも命がけだ。もし戦争が終われば本来の正常な商いの姿に戻れる。仕入れの危険もなく、安くて良い品をみんなに提供できる。いいだろう。他の商人にもこの話をしてみるよ。ありがとう、アラン。感謝するのは他の商人たちの説得に成功した時にしてくれ。それでも私たちのことを信じてくれたことには変わりはないわ。僕を引き取ってくれたヨフはね、去年病でこの世を去るまでかなり強引な方法で稼いでいたんだ。だから常々人の役に立つことをしたいと考えていたんだ。ところでその兵器だが、他の出資者を説得するためにも一度見ておきたいな。作業員の見積もりも必要だし、何より歴史を動かすものだろうからね。なあ、すぐに案内しよう。ではわしは機材を持ってから遺跡に向かう。彼と先に行ってくれ。バイペルナギ。Should I go back to that place again? Oh yeah. Can I buy some armor now? Beep, 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 beep. なんだか騒々しいわね。何者だ。問われて名乗るほどではないが、それでも名乗るというのなら我らは正義。まさか貴様らが。逆にこちらからも問おう。お前はこれが何だか知っているのか。当たり前だ。この兵器をどこの誰とも知れん奴に奪われないためにここにいるんだ。なんだと。これは何事だ。リーダー、仲間が戻ったようだぞ。3人だ。これ以上増えられると厄介だ。やむをえん。手荒なことはしたくないが、正義のため力ずくで止めるぞ。待て、我々は問答無用。アランは離れていてくれ。わかった。どうするか。 Let's kill the cancer first. どうした。従おう。指示をください。
あるのか。了解だ。次は。I have the knack now.どうするの？さて、どうするか。それで苦しまずに行ってくれ。次は。どうするの？策があるのか？了解だ。どれ？次は指示をください。さてどうするか。次策があるのか。策があるのか。了解だ。おお、なんだ。どれ。策があるのか。了解だ。Ah, it's over. I need to defend first. 次は。Attack the yellow first. 指示をください。 Move to here. どうした？ Attack here. 従おう。さて、どうした？ Attack. Change target.Attack to her. どうした？ Back to the red. 了解だ。 Can he do? 次は。 Thing? Knack. さて、策があるのか。 Knack. 次は。 Bear strike to him.Connect. Can I get like both of you? Yes. Surya. No. さて、どうするか。次。指示をください。策があるのか。One down, three to go. もうやめるんだ。私たちは戦いがしたいのではない。我が剣は未来のために。Let me change again. Bro, bro, bro.
正義戦隊の人たちと戦うことになるとは思わなかったわ。正義戦隊ジャスティスレンジャー。お前たちはこの兵器をどうするつもりだ。最後まで話を聞いてくれるか。ああ、確かに我々はこの兵器を修復しようと考えている。だがそれはこの戦争の勝者になるためではない。現在大陸の至る所で戦争が起こっている。この辺りで言えばグランゲールとネイラインが交戦中だ。この戦いを止めるにはそれ以上の力が必要だ。だからこの兵器で両方の国を潰そうというのか。そしてお前たちが勝者となるつもりか。潰すつもりはないし、勝者になるつもりもない。ならばこれほどの兵器をどうするつもりだ。連中より強い力を持っている者がいるということを教える。そして戦闘行為をやめるように勧告する。私たちは早く戦争を終わらせたいだけ。自分たちが勝者に、まして統治者になるつもりはないわ。あなたたちも人々が安心して暮らせる世のために戦っているんじゃないのか。ああ、だが我々の活動に比べ君たちのやろうとしていることはあまりにも危険だ。たとえ君たちがこの兵器を悪用しなくても誰かに奪われればどうなる。それは。その心配はいらんぞ。ペルナギ博士。トトラド人。わしはここを発見する前にある装置を発見しておる。それを使えば奪われる心配はなくなる。ペルナギ博士、その装置とは。この兵器を空に浮かせるためのものだ。空に。もちろん絶対ということはないが、空に浮かぶものを奪うのはかなり難しかろう。どうじゃ、これでも信用できぬか。わかった、あなた方を信用しよう。よし、撤退だ。戦争を終わらせる役目はあなた方に託そう。その代わり、もしあなた方が悪に走ろうものなら、その時は遠慮なく潰しに来い。待ってくれ、これを。なんだ、メダル。信頼と友情の証だ。私はそのメダルにかけて誓おう。平和への思いが君たち。その思い確かに受け取った。I like that。 一時はどうなるかと思ったよ。物分かりのいい人たちでよかったわね。正義を願う気持ちは同じということだな。Let's save the game again。Where are you going? You have to talk to Alan. that one doesn't dub yet. That was... But yeah, if you want to hear her in English voice, there you have it. これが古代の兵器。もともとは大型のスクリーパーと戦うためのものだったらしいな。でもこんな大きな武器を使うほどのスクリーパーってどんな大きさなの。私が聞いたことがあるスクリーパーってせいぜい 4,5 メートルよ。昔はもっと大きなやつがいたのかもな。さっきこれを空に浮かべるって言っていたけど。そうじゃ、わしは以前巨大な浮遊装置を発見した。そしてそこに搭載されるべきものを探してここにたどり着いたのだ。この兵器と浮遊装置を組み合わせ本来の形に戻せば大陸のどこへも攻撃が可能。大陸のどこへでも攻撃できるということは逃げる場所などないということ。これらを修理し元の状態にするには多くの人手が必要じゃ。わかりました。それは私に任せてください。この計画、絶対に成功させましょう。
からもう1ヶ月か。だんだん人が増えてきたわね。そうだな。ここまで来るのに長い時間がかかった。多くの人の死を見て何度もくじけそうになった。でもやり遂げたじゃない。やっぱりあなたはすごいわ。いや、バネット、君がいてくれたからここまで来られたんだ。ありがとう。どういたしまして。二人ともここにいたか。どうしたんだ。今日はアランが食料を届けに来てくれる日だが、まだ到着していないんだ。あら、今日だったかしら。ああ、予定が変更になったんだ。それで二人に町まで行ってほしいんだ。We need to go to Fog again。 お安いご用だ。それじゃ、用意してくるわ。おい、セレディス。なんだ、いきなり。いつまで待たせておくつもりだ。待たせるって何のことだ。とぼけるなよ。バネットのことだよ。彼女ずっと待ってるぜ。まさか気づいてないなんてことはないだろうな。そりゃ、まあ。こいつの作業も順調だ。完成したら完成したで、また忙しくなる。アランを出しに使わせてもらったが、みんなが近くにいて言いにくいだろう。町に行く間に行ってしまえ。これはアランに事情を伝える手紙だ。どこまでも用意がいいな。ありがとう、アイザック。お待たせ。さあ、出発しましょう。Oh yeah, save. Beep, 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 beep. 次は Yeah, save. Just save. There's the boss. Let me just attack this monster first. Okay, I'll... After this, there's still, after this chapter, there's still a lot of fog. So, I think I'll keep this until the main game, I guess. Our king is for the future.私は戦う。あなたの夢のために。
それじゃあ明日までゆっくり休んでね。うん、どうかしたの？いや、なんでもない。次はどうするの？Take the first thing. Gotta be annoying. さて、どうするか。I can do much. さて、どうするか。次は。Morning moon. Move split arrow down. Oh. That's for the skill part. Nope. You can do. Just keep attacking. I should kill them all first, then the boss. But yeah, whatever. Ini belum ketemu bapak rambut putih tergeletak. Woi, udah lewat jauh, Pak. Sudah jauh ini. Let me see. Masih nonton bapak? Kau masih nonton man? Say hi if you still here. Spoiler ahead, if you still here, spoiler ahead. 私は戦う。あなたの夢のために。Langsung quit. Yup, this is what happened. Pretty ugly graphic. Let me put it back. I think...After this, there's no more fog. See? It's getting better. Oh no. Our king is for the future.
たやるか。はっ。Oh wait, oh nggak bisa, harus dari sini. Hai. Kalau Ram ini kuat sih, Rama. Masalahnya kalau pakai grafik ini, kalau pakai grafik hardware, layering objeknya ngaco. Tapi kalau pakai software, kalau mapnya foggy langsung drop, langsung slow gamenya. Jadi ya kendala emulator. Ini tatakai mo heiwa no tame. Wait, my volume is okay, right? I thought. I thought it's not okay. It's fine. Everything is fine. Everything is good. Wait, why it's there? Why it's there? I'm not on there. Wait, where's the thing? Yes. Since when it's there? どうしたの？なあ、ちょっと用事があるんだ。これをアランに渡して用意をしてもらってくれ。用事が済んだらすぐに向かう。わかったわ。What do you want?Oh yes. いらっしゃい。話は聞いているよ。すまないな、突然。いいってことさ。では僕は荷物の準備をしてくる。それより頑張れよ。頑張れよ。どうかしたの？いや、なんでもない。あのだな、バネット、何これを。これは綺麗な指輪。どうしたのこれ。君にはいろいろと世話になったからな。そのお礼だ。お礼だなんて、あなたと私の仲じゃない。ああ、それでだな。もしよかったら私の妻になってくれないか。え、私と結婚してほしい。私は良き夫にはなれない。君に苦労ばかりかけてしまうだろう。分かっているわ。あなたとならば大丈夫よ。愛しているわ、セルディス。バネット。ああ、ディガッ。ディガッ。
sealed his way to his longtime companion, Velvet and Fennet. They were bound to Metrione while attempting to bring about eternal peace. It's been a year since Sheldon and his comrades discovered the ancient weapon.